まあ、ここはねやはりまっすぐまっすぐで、そしてやっぱ最終的にはねこの平行カウントからのやっぱフォークボールでしょうね、ボール球を振らしたいです。まあ、一番ねバッテリーとしてはねやっぱりこのケースやっぱり外野フライでも1点のケースになりますから、間違っても高めだけには投げたくないです。ストレートを2球見せたと、さあ2ボール2ストライク、フォークに空振りをしている田村、その方向レフトへ高く上がって、おーっとそのままスタンドイン、田村のスリーランホームラン、もう犠牲フライはお釣りが来るぐらいでしたが、そのままスタンドへ持っていきました。3試合ぶり復帰の田村仁志のスリーランで先制点、23号スリーラン、いやこれは驚いた。4回の裏ソフトバンク3点先制、大きなスリーランホームランになりました。渡辺さん、ある程度田村もフォークはまあ予期はしてたと思いますけれども、そうですね、中でホームラン、まあ、そのねフォークボールがやっぱり最後甘く入りましたね、まあ、このあたりですね、やはりストライクから、まあ、若干、まあ、ストライクでしょうね、はい、高かったですね、うん、そこはやっぱりね見逃さず打ったやはり田村のやっぱりバッティングが良かったと思いますね。